スーパーマリオメーカー。今回はポコニャンさんが作ったコース、ポコニャンからの挑戦状パート1、パート4までありましたが、一番このお気に入り数が多かった、このパート1で遊んでみたいと思います。では早速やっていきましょう。クリア率 6% 結構高いかも。やってる人数が多いからパーセンテージも高いのかな。ほう。おほう。踏んでっていいのかな。ポコニャンって、ん？ポコ。ふっ！上見すぎた。あ、結構みんな死んでる。やっぱあれか、みんなプレイしてるからな。おっと！ポコニャ、ポコニャ、ポコニャ、ち、ポコニャちは？あ、こんにちは的なノリで。オッケー？え？嫌な予感しかしないんだな。一気に行けってことか。こうか。これ、ギリ届くのかな？多分ね。ギリ届くようになってんでしょうね。ほっ、まず乗ることですね。ほっ！オッケー？お、大きくなった。あ、ビーン。あ、大きくなるといけないやつじゃん、これ。うわぁ。これ戻れるかな？ほっ。あ、戻れないですね。あ、無理かな。死ぬのもできない、これ。ほっ。うん、もういけたいけたあぁ、やめて。わろた。いけたんだが。あ、ダメだったな。オッケー。いけたよ。あれいけんだな。笑っちゃった、思わず。あー、クリアできちゃいましたね。じゃあ、もう一個行こうよ。じゃあ、これで行こっか。挑戦状その2行きましょう。うわ、何今の。パックンが大量に。これまたレトロマリオかな。あ、違う。今度は、ニューマリだ。自分の不得意だ。ニューマリは本当に操作むずい。これは上ですね、多分ね。サスケだな、これは。よいしょ。いや、間違えた。落ちちゃった。1、2の3ガリアで乗って、1、2でいいかな。オッケー。で、ビューンと落ちていくと多分死ぬから、オッケー、オッケー。よーく見て、ここに降りる。オッケー。はい。なんか出てきそうですね。ですよねー。ほい。ほい。バネが隠れてますね。あ、これってさ、危ね。こう言ってもいいんだよね。ちょっとずるいけど。マジか。マジか。あ、そうなるのか。そっか。だったらもう最初から。1、2の3ガリアで乗る。オッケー。ギュイーンと降りていくと、パタパタってか、赤の子の子の餌食になるんで、こうですね。ピョンス一気に行く。しゃがんでれば大丈夫。ここ4番目は何も出なかったね、確かね。いや、無理か！ゴールはしたけど。ゴールはしたけど難しいな。今のはむずい。挑戦状その3。遊ぶ。クリア率 0.27。超低い。うん。下に行け。こうだな。こうだな。よいしょ。はい？出ました、謎のヒップドロップ。あ、待って待って。落ち着こう。冷静。ほ。あぶねえ。謎のヒップドロップ出ました。ここに降りていいのかな？よいしょ。降りてくと多分死ぬやつなんで、様子見ながら。はい。オッケー。からの？やらしいな、これ。よいしょ、ここ。ここ。オッケー。よーく見切って、これ。オッケー。これ。これ。オッケー。これ。あ、ちょっとまずいか。
あぶ、ヒッ！怖え。おー、でっかいの出てきた。あ、これ死ぬ死ぬ死ぬ。こっち来んのか。へへ、ざま。へへ、ざま。いや、お前上来た。行きたがりめ。行きたがりめ。これいいのかな？上行っちゃって。なんか、押したらやばそう。お、キノコですね。これは優しさのキノコなのか、それとも、死を意味するキノコなのか、果たしてどっちなのか。あ、役目くなってしまいました。ありがとうございました。これは、持っていく？ん？よいしょ。で、ここに置いて。あ、怖え。うん、コインですね。でっていうですね。どうすればいいかわかんないときは、とりあえず下ってみるけど。うん、オッケー、いけたっぽい。出ました。うわ、これ好きだな。はぁーですよね。これ、どうする？これ左数でいいのかな？どこまで行っていいんだっけ？あー、しまったしまったしまった。あ、危ねえ。うん。これは冷静に地面見てから行くスタイル。スピンジャンプスタイル。ここ。あ、なんか結果オーライ。オッケー。オッケー。あー、右下の方見る余裕なかったな。どうなったっけ。まあ、でもこうやって調整しながら降りれるね、これはね。こう、オッケー、いけた。危ねえ。こんな床あるんだな。これ上行く理由は何すか？ブロックがあったようには見えたけど。キノコ的な？この、ここ入るのすごい難しい。あ、キノコですね。ああ、危ねえ、危ねえ。これは何だろう？ぴょん？うわい、帰ってきた。パックンか。左にくっついちゃえば多分出てこないから。フラワー、土管はあれしてこないですね。了解。このタイミングで行きたい。このタイミングで行きたい。オッケー。多分ここ逃げれるでしょ。オッケーオッケーオッケー。ここも大丈夫？ここも大丈夫？あのファイアーボールはもう来れないな。ここで行く？からの？ここに行く？はい、オッケー。ここで耐え切ろう。お、オッケー。なんか上っぽくない？違うな。浅田真央もびっくりのスピンジャンプ。おお、そういうことか。ジュゲメパイセンがいるのか。ジュゲメパイセン倒せるんだよね、でもね。で、乗りまーす。お、いけた。これ切れるのかな？お、ゴールっぽいですね。やったね。イエーイ、クリア。楽しいなぁ。ということで。コース ID がこちらとなってます。703の A と、これですね、4C3F と、AD55 と、AD6ED となっております。4つの、このコース ID を動画の説明欄にも貼り付けておきますので、参考にされてください。では、今回はここまでにしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。